メンフィスベルと乗組員メンフィスベルは B-17 回 -10 棒フライングフォートレス爆撃機の一機。また、1944年に制作されたアメリカ合衆国のドキュメンタリー映画、並びに同作品を元にして制作された1990年公開のイギリス映画のタイトル名でもある。百四十三年撮影第二次世界大戦中、イギリスに駐留し、 ドイツに対する昼間爆撃を任務としていたアメリカ第8空軍では25回の出撃を達成した爆撃機の搭乗員は帰国できることになっていた。この25回達成を広報として利用するため陸軍少佐として従軍していた映画監督のウィリアム・ワイラーをイギリスに派遣した。撮影準備中に第303爆撃航空軍第358 爆撃飛行隊の B-17 回 -25 某、ヘルズエンジェルス号が25回を達成してしまったため、第91爆撃航空軍第324爆撃飛行隊に所属していた B-17 回 -10 某、メンフィスベル号が撮影に使われることになった。メンフィスベル号が25回の出撃を達成したのは、1943年5月19日の ことである。当乗員は、英国王ジョージ六世の参列する式典に参加し、6月6日に、外戦帰国、戦意高用と戦時国債の販売促進のため全米をめぐった。なお、すべての上院が、メンフィスベル号で、全25回の任務を遂行したわけではなく、機長のモーガン大員は20回、副操縦士のバーニス大員は1回しか、メンフィスベル号で出撃していない。 メンフィスベル号はイギリス東アングリアのバッシングボーンを拠点として1942年11月7日から1943年5月19日まで滞在した。最初の任務はフランスのブレストにある U ボート基地への爆撃であった。最後の任務はドイツのキール軍港への爆撃で25回の爆撃目的地打ち分けはフランス18回、ドイツ6回。 オランダ1回であった。うち、グループリーダーとして7回、ウィングリーダーとして8回飛行している。ノーズに描かれた撃墜マークは8個であり、各従座にもそれぞれ描かれている。当時23歳だった機長のロバート・モーガンは、アメリカ巡回の後、B-29 のパイロットとして、再び戦場に戻っている。戦後は、 日本の軍事イベント主催者の将兵で来日したことがある。ロバート・モーガン・隊イは、第91爆撃航空軍は、ワシントン州で訓練を実施している際、親戚に会いに来たメンフィス在住の、マーガレット・ポークという女性と知り合い交際し始めた。当初隊イは B-17 回 -15 に、ポークが隊員のペットにつけた、リトルワンという名称をつけようと考えたが、 ベリーニスタイーと二人で、レディー・フォー、エナイトという映画を鑑賞したとき、作中に、メンフィス・ベルという名のボートが登場したことから、メンフィス在住のマーガレット・ポークになぞらえて、メンフィス・ベルと名付けられた。ノーズアートは、当時流行したカレンダーのマスコットガールであった、ペティガールズで、機種右側は赤い水着、左側は青い水着が描かれていた。描画したのは、 当時第91爆撃航空軍にいたトニースター社であるヨーロッパ戦線から戻ったメンフィスベル号はフロリダ州タンパにあった第915爆撃飛行隊において訓練機として使用された後オクラホマ州アルタスに事実上の廃棄処分となっていたこれを知った当時のメンフィス市長ウォルター・チャンドラーは軍と交渉して1945年8月25日に メンフィスベル号を350ドルで購入した。1946年3月にテネシー州メンフィス市に引き渡されたものの、周辺航空大基地の格納庫に保管され続け、腐食が進んだ。このような状況の中で、1972年、メンフィスベル号を保存しようと、メンフィスベルメモリアル財団が設立された。この時の市長で、 ウォルター・チャンドラーの息子でもあったはイエス・チャンドラーはメンフィスベル号を一度米空軍博物館に返却し、すぐ借りるという手続きを行い保存運動に貢献した。しかし、保存運動は一向に進まず、1986年にアメリカ空軍博物館は返却を要求。これに対して保存運動が進み、1986年夏に50万ドルの募金が集まりが観。 内部ともにレストアされ、メンフィスベルパビリオンに展示された。ノーズアートは、トニースター社の老いによって書き直されている。アメリカ合衆国のドキュメンタリー映画、現代、メンフィスベル、A ストーリーオブ、A フライングフォートレース。ウィリアム・ワイラー監督。ワイラー自らが爆撃機に乗り込んで、爆撃や空中戦シーンを撮影した。撮影時には、 B-24D-15CO に乗って撮影していたカメラマンのハロルド J ネン,ンバウム注意が蒸気を撃墜され死亡している。詳細はメンフィスベルを参照詳細はメンフィスベルを参照。ありがとうございます。